先生、元気かい。わしゃ元気にやっちょるぜよ。薩摩に来たわしは、先生が指示した西郷さんと馬がおての。こりゃ、宮方先生の。手術中の時の話も、改めて聞いたぜよ。そんなことをしながら、長州にも顔を出しとる。おいしも、薩長に手を結ばそうと。長州では、わしと同じ土佐の脱藩浪人で、長州の預かりとなっちょる、中岡慎太郎いう男と出会うたがじゃ。この男が、なんとわしと同じことを企んじょって。今は二人で長州と薩摩の和解に走り回っちょるぜ。そうそう。長崎で海軍総連上の仲間と共に亀山社中中コンパニーも作ったぜよ。先生はどうぜよ。龍馬さん、お元気そうで何よりです。私の方はあの後、上様と和宮様よりお詫びを兼ねたお礼をいただきました。そのせいもあったのか、京太郎さんの差し控えも解かれ、橘家はやっと元通りになりました。さらに神遊堂の方にも良いことがいろいろと。歯車をかけてみましょうか。もう大丈夫です。まず横松先生と一緒に考えていた遠心分離機という道具が出来上がりました。すごいですよ横松先生。これは血液型というものを判定するためのものです。これによって輸血という治療ができるようになり、正山先生のように失血死で亡くなる方を減らすことができるようになります。型は何種類あるんですか？A と O、B と AB の4種類です。型が同じならば誰の血でも混ぜて平気なんですか？いろんな危険性もあるんです。だからあくまでもこのままでは確実に失血死するという場合のみ使うつもりです。ペニシリンを扱いやすくするという件は粉末化に向けて実験を繰り返しています。おお、すいません。この試みが成功すればペニシリンは爆発的に広まることになると思います。サキさんは、サキさん、私と一緒になってもらえませんか？お断り申し上げます。私の幸せは後の世に神遊堂を残すことでございます。サキさんはあれから前にも増してどうぞニコニコと接してくれていたが、時折その笑顔が妙に遠く感じることが。こうして俺は江戸で四度目の正月を迎えることになった。坂本様は今や幕府の取り方に追われる身でございます。そんな大げさなご偉ら。薩摩と長州との盟約は坂本様抜きではなし得ぬ仕事。これは我が殿からの命でございます。三好晋三と東修介にございます。生きちょったかい、おまんは。はい。コブを取るんですか？耳の後ろの微妙な位置にあるコブでな、今まで多くの医者が見てきたが皆失敗を恐れ治療に踏み切れなかったのじゃ。そのコブは悪性の腫癌なんですか？それもどうにもわからぬらしい。まず見るだけ頼めぬか？その患者さんはどういう方で？そのお方は東照大権現様につながる御家門のお家柄、
川越松平家のご先代のご息女であらせられる。松平家って上様の親戚ってことだよ。田方ども、この史実には徳川家260年の由緒ある落ち筋の存亡がかかっておるのじゃ。血筋ですから。ずっと気にかかっていたことがある。この世界のどこかには確実に俺の先祖がいる。もし俺が自分の祖先と関わってしまったらどうなるんだろう。別段何も起こらないんだろうか。それともそのことで未来の何かが大きく変わったりするんだろうか。ひょっとして俺自身の手で俺が存在しない未来を作り出すことだってあるんじゃないだろうか。あの時と同じように。だけどそれこそがもしこのタイムスリップの目的だとしたら、日曜劇場仁はずっと支える、もっと役立つ日本生命。自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、サントリーがお送りします。ご家紋の方を治療するとなれば医学所の方に話をしておかねばまずいことになりませんか。それは大丈夫です。松本先生も私をしてくださったそうですから、うん、先生、ここのところ仁雄堂が医学館とつるんでるという噂が立ち、恋で手伝いに来てくれてた医学所の学生たちが引き上げてしまいました。上同士の話は通じても下にまで伝わるのはなかなか。そうなんですか、うん、ではペニシリンの粉末化を急がねばなりませんね。ペニシリンが扱いやすくなればおのずと本堂でも処方され、流派はおのずと溶け合いましょう。それはそうですが、製造の方はしばしの間職人を増やせばよい話です。川越の治療はそれなりの礼も見込めましょうし、いかがでございましょうか。そうですね、そうしていただけると。では川越行きの支度をいたします。あ、助手は私でよろしゅうございますか。はい、よろしいのでございますか。夫婦でもない男女が共に旅をするということでございますぞ。あ、いいんですか。先生方にはペニシリンの粉末化がございましょうし、サブリ先生と福田先生には患者を見ていただけねばなりませぬし、私しかおらぬではございませぬか。いいのかな。言えました。おまんがわしの護衛になるとはのう。仕方ないことですから。これ東坂本さんは志士というより商人ですよね。長州のためにと武器を流してくれていますが、実際のところかなり儲かってるという話ですし。だが今長州のために尽力してくれてるのは坂本さんと中岡さんだけです。守らねば仕方ないですよね。何より僕はあなたに助けられてしまった。
なんちゅう正直な男じゃ。わしはそういうやつが大好きじゃき。僕は好きじゃないです。まっこと東、薩長もそこが肝長じゃ。薩摩も長州も互いのことは好きやないき、むしろ嫌いをちょる。けんど情の垣根を越えて手を結ばせるもんが一つだけあるぜよ。そりゃ李氏や李中川、この場合倒幕じゃ。やはり商人の考えですね。いや、ペニシリンをもっと扱いやすくしようと思ってます。それをきっかけに医学のいろんな垣根もなくなるかもしれないし。医者の考えぜ。南方先生のことですか。浮いたら行こうかねえや。今日へ。佐々木さん、大丈夫ですか。はい。あ、着いた。ここまで来れば川越までは間近でございますね。お客さん、お茶飲んでくるの。ありがとう。お名前は。お嬢ちゃん、なんともなかった？え？静電気かな。お客様、お圧が何かご無礼をいたしましたでしょうか？いえいえ。2階の一番良い座敷をご用意させていただきましたので、さあさあ。あの、私の部屋はどちらに。お客様方は夫婦では。あ、も申し訳ございません。ただいまお部屋を。でも今日は埋まって。なんとかいたしますので。しばし。あ、いいですよ。私は護衛の方のお部屋で眠りますから。お許しくださいませ。お殿様の大切なお客様にこのようなご無礼を。かくなる上はいかなる処罰も。私は同じ部屋でも構いませぬ。それならば罰せられることもございませんでしょう。先生さえお嫌でなければですが。ちょ、それはいけませんって。もちろん嫌ではないけど、私は。咲さんさえ嫌じゃなければ。ありがたきお言葉でございます。今宵は心よりおもてなしをさせていただきますので。なあなあ、さき様、折り紙は得意け？さきと見なかった先生が共に旅に。私どもにはペニシリン粉末化という使命がございましてな。まったく、母上が聞いたら気絶いたぞ。ここだけの話、お二人はどうなっておるのでございましょう。私はてっきり一緒になられるものかとばかり思うとりましたが、うん、私だけ幸せになどなれるわけがないではございませんか。私にもよう分からぬのだ。先に何があったのか。はい。うわー、船かな、風車。わー、次は何にいたしましょうか。風船が金魚。すごい。
や、何でも。先生も何かあるべ。私？いや、困ったな。えらいお医者様、何もおれんべか。おお、しまってろよ。できた。はい。なんだべか、そりゃ。イカ飛行機。飛行機？イカ。空飛ぶイカ。空飛ぶイカ。よし。行くぞ。行け。そうだったんですね。気づきませんでしたけど。先生がいらしたのはどれほど先の世でございますか。130年とか40年とか、そんな感じじゃないですかね。では私は先生のおばば様のおばば様くらいでしょうか。私は咲さんの孫の孫くらいですか。この屏風の向こうは百数十年後なのでございますね。そうなりますね。川越藩のことですが、込み入った事情があるとか。あ、そうなんです。実は川越藩の現在のお殿様は婿養子だそうで、家の血筋を継ぐのは奥方様の方なんだそうです。でもこの奥方様はコブが大きくなってお殿様との仲がうまくいかなくなっちゃって、天寺に入るって実家に戻ってきちゃったらしいんですよ。しかも悪いことにお殿様の側室が現在妊娠中らしくて、このままでは代々続いている川越藩直系の血は絶えてしまうかもしれないってことでのこの度の依頼なんです。長くなってすみません。子分を治し夫婦仲も治すということでございますか。でも奥方様はどう思ってるんでしょうね。奥方様の気持ちは二の次に、周りが子供を子供って騒いでるような気がして。武家の女子はお家のために子を産むのが使命であり幸せであると育てられますゆえ、結婚は母も兄も素直に喜べるお相手ととも思っております。それは咲さんもですよね。寝ちゃいましたか。私の子は神遊堂でございます。先生、
面を上げよ。面を上げよ。奥の三人、その方たちがなぜここにおる。あ、岡老さんおやり、南方殿の手助けをすると命じられました。わらわの子分を何ともできなかったその方らがか。それは奥方様の身に万一のことがあったと。治療に失敗した時、その方らの身に万一のことがあってはであろう。そなたは江戸の町医者じゃそうじゃな。はい。治療は無用じゃが、金ならもろうていくがよい。大義であった。あっ、なんじゃ。先ほど殿とお房様の間のお子がお生まれになったそうで。では祝いの品を。これでまことに我が家中も安泰じゃ。わらわも心安く浜寺へ入れるということじゃ。申し訳ござらぬ。再度説得してまいりますゆえ。恐れながら、私にお話をさせていただけませぬでしょうか。さきさん、おなご同士ならできる話もあるやもしれませぬ。奥方様、医者の弟子がお話をしたいそうで、いかがいたしましょうか。話とは何じゃ。奥方様、おぐしが。どうかこれを。天使様の菊の御紋に徳川の葵。南方先生は町医者ながら和宮様より礼を受けられるほどの名医。何卒ご信頼をいただければ。治療をお受けくださるそうです。でも、いいんですか先生。早く。はい、失礼します。あの奥方様、布を。はい。表面は滑らかが固く、触ると凹凸がある。しこりは浅い。ではワルチン腫瘍ではなく多形性腺腫でございますか。奥方様、大丈夫でございます。手術で取り除けますよ。そちは女子であるのに、なぜそのような知識を持っておる。女子ですが、この名医の弟子でございますので。あ、すいません。スプーンネイル、失礼します。奥方様、一つだけまずいことがあります。なんじゃ。コブの状態次第では手術中血を大量に失う可能性があるんです。奥方様は貧血、もともと血が少ないお体なので、
出血した場合持ちこたえられるかどうかが。何か手はないのか。輸血という手はございます。輸血。奥方様のお体に別の人間の血を入れる治療です。お命のためでございます。もちろんさほど出血がない場合はいたしませんし。承知した。背に腹は変えられぬ。しかし一つだけ願いがある。願いですか。皆方殿、しかしそれは何故に皆を。奥方様のたってのお願いでございます。この中に梅干しに含まれるクエン酸を溶かした液体を加えます。この試験管を遠心分離器というこの機械にかけ、これをとにかく回します。すると血は血球なるものと血清なるものに分かれます。それぞれの血球と相手側の血清を混ぜ合わせますと血液の適合が分かり、結果的に血液の型なるものが判明します。型なるもの。血液には A 型、 B 型、 AB 型、 O 型なるものがございます。大まかには同じ型同士の人からしか輸血は受けられませんが、 O 型は他のすべての方に輸血できます。しかし O 型は O 型のものからしか輸血を受けられませぬ。少し割を食う方でございますね。この皆方先生の血液型は A 型でございます。これで両方固まれば奥方様は B 型、両方固まらなければ A 型、奥方様の血球の方のみ固まれば AB 型、先生の血球のみ固まれば O 型ということになります。間違っておりますか。素晴らしい説明に聞き入ってました。皆方殿の血球を入れた方だけ固まったようじゃが。では奥方様は O 型ということです。そなたらのすることは何やら魔術のようじゃ。して皆方殿、家老の方は。明日皆様を集めていただけるそうです。皆分かってくれるであろうか。奥方様はお家のためにお命をかけられるんですから。しかし血を抜かれるというのは皆にとってはさぞかし恐ろしいことであろう。幕府の取り締まりも厳しくなってますね。何じゃ。まっこと、わしはまっとうええ男じゃ。つきましては血縁のある皆様に血液の型の検査を受けていただき、奥方様と血液の型が適合する方には毎日の際の血液のご提供をお願いしたいと思っております。汚らわしい。血を混ぜるなどほぞましい。そのような治療は耳にしたことがございませぬ。ハイドの皆方先生独自の方法かと。あくまでも万一に備えてです。何事もなければ血をいただくことはございません。万一の時というのは貴殿が失敗した時のことではないのか。失敗ではなく、そのコブの元の位置によって出血してしまうことがあるんです。黙らっしゃい。黙らっしゃいって。お主は黙ってコブを取り除けばそれでよいのだ。奥方様、コブを取った暁にはわらわは殿とやり直し子を設けたいと思うておる。
この血はその子にも継がれるであろう。ならばそれは一滴残らず我が一族のものであってほしい。それは皆も同じかと思い、南方殿にお願いした次第であったが、無念じゃ。幸いわらわにはこの者の血を混ぜても構わぬそうじゃ。女子ながらに裂いたけ肝も太い、そなたらの血を混ぜるより我が子には幸いやもしれぬ。先生、血を調べるお部屋は。この露骨でお役に立つなら血でも骨でもお取りください。奥方様、子を設けるは女子の戦。どうか助太刀させてくださいませ。少しチクッとします。麻酔導入終わりました。脈は？異常はありません。左耳下穿刺を摘出手術始めます。メス。はい。腫瘍に流入している栄養血管を結節止血。はい。耳下穿刺と後縁の剥離を進めます。はい。腫瘍の境界は明瞭。多組織への浸潤もなく良性。腫瘍を周囲の耳下穿刺専用組織の一部とともに一塊にして摘出します。はい。何をやってるんだ一体。分からぬが途方もないということだけは。腫瘍摘出。先生、出血が。しましょう、お願いします。はい。手術は大成功でございます。咲さん、ありがとうございます。完璧な助手でした。
これも蘭方と本土をつなげる架け橋となると良いですね。架け橋か。薩摩と長州を結びつけるつもりだよ。どうしてるかな、龍馬さん。それは町じゃ。このまま国に帰るか。どういったことじゃ、桂さん。ここに来て10日、薩摩は肝心の盟約に関しては全く切り出した。これ長州からは切り出したがかい。長州は今賊軍の汚名を着せられ窮地に追い込まれている。薩摩から手を差し伸べてくれるのなら僕は全てを捨ててすがろう。だが僕から薩摩に助けてくれとすがることはできない。そんなこと言うちょる場合ではないぞ。盟約を結ばにゃ薩摩は次の長州征伐に出兵するちゅう。ほいたら長州は確実に滅ぶぜよ。長州からは言えん。長州、長州寺、わしは土佐じゃ。土佐のあなたがなぜ長州のためにここまで。わしは久坂の最後の声を聞いたらじゃ。この国は一つにならんといかんかじゃ。長州が哀れたち思わんばかい。あいつらは旅支度を特に解けずに待っちょるぜよ。熱中がかい。おいたちは失礼が仲ようにもてなしちょ。いつまでたっても長州が切り出してこんだけの話じゃ。あいつらはおまんらにめっためたにやられたみーじゃ。言い出せるわけがないろ。じゃあどんこっちからわざわざ頭を下げて盟約を結んでもろう義理は何一つなか。長州からすがってくっとが筋っちゅうもんじゃ。腹を見せんのかい、最後。なおすとか。この腹には宗方仁に助けられた傷があるろ。死にそうになっちゃった時みんなが腹を切る手術に反対し、おんしゃいっぺんは手術はいらんちゅうて羽根つけんとならんかった。ほいじゃろう、そん時宗方仁は何をした。ああ、お願いだからおまんを助けさせてくれち。土下座をしたがじゃろ。ほうじゃき、みんなの前でその手にすがることができたち。そう言うたではないがやないかい。その牛がどういて長州の気持ちを踏んでやれんかじゃ。殿、範囲たちに医術を教えてくださったそうじゃな。あ、はい。その者たちがペニシリン薬なるものを我が家中でも作りたいと言い出しておる。わらわから製薬所を作るべく殿に口添えをしておる。ありがとうございます。咲殿。意地を張るとろくなことはない。
の。咲さん、あの一番最初奥方様をどうやって説得したんですか。上様と和宮様のご意向をお借りしました。咲さん、ますます肝が据わってきましたね。恐れながらもう一つお話をさせていただいてよろしいでしょうか。実は私にもお慕いしているお方がございました。もう決して一緒になることはできませぬが。それはそなたの家の事情か。私が意地を張ってしまったからでございます。意地。人として張らねばならぬ意地でございました。悔いはございませぬけれど、時折ふと思い浮かべてしまうのでございます。その方とその方によく似たこと、一緒に暮らす姿を。奥方様、意地を張ってはろくなことがございませぬ。奥方様はお子さん生まれますかね。一応おぎの式なるものについてはこっそりご説明しておきましたが。いつの間に。やはりここに。何ですかそれ。おはつちゃんに折り紙をとこちらに紛れ込んでいたようで。では私はこれで。咲さん、私に気兼ねしないでくださいね。医者になることと女性としての幸せは両立できないものではないし、これという縁があれば私のことは気にせず結婚を。私の幸せは仁雄堂を未来へ残すことと申し上げたはずです。でも咲さん、すごく子供好きじゃないですか。それに咲さんだって武家の娘さんじゃないですか。橘家の血を継ぐ子供を産んだってそういうふうに育てられてきたんだろうし、きっとそこに夢が。よくそのようなことをおっしゃいますね。いや、私は本当に咲さんの幸せを邪魔したくない。私の幸せを勝手にお決めにならないでくださいませ。あの時結婚は別の人としたいって咲さん言ったじゃないですか。先生にだけはおっしゃってほしくないのでございます。あの、じゃあなんであの時私は断られたんですか。
私がいつかいなくなるからですか。私とて。お初、しっかりしろ。お初、お初、お初。ハサミありますか。折り紙を追いかけて怒っちまったんだべ。折り紙先生、お初は腹腔内出血を起こしてます。先生、咲様、うつぶしちまったべ。おはつちゃん、先生、オペの準備を、緊急輸血の準備もお願いします。はい。たとえ時が移ろうと、縫い合わせた絆は決してほどけない。無事迷惑がなりよかったですな。これで薩摩長州征伐には加わらず。まっことよかったぜよ。坂本殿と南方先生はそもそもどういったご縁で。さあ、どんな縁なんじゃろうの。ほんまのところは強く握ることも、あなたを抱きしめることも許されない。定めだとしても、その笑顔に、その涙に、そのひたむきな思いに。出血になりました。輸血のようお願いします。はい。おまん、ヨマ、取り方が。この者は、おばこを企む無法人として取り押さえる。脈がしっかりしてきました。他からの出血は多くない。助かるぞ、お待ち。忘れはしない。こんな時に、この体が消えても、あなたに吹く風を、あなたに咲く花よ、あなたと何だこれは。どうしてお初ちゃんを助けると俺の体が消える。この子は何なんだ。俺の先祖なのか。坂本様、後ろ。先生。
ってこい、戻ってこい。先生、戻るぜよ、安世界。俺の生まれた家。なんで、なんで。人はやはり死ぬのでございましょう。あれは俺。日曜劇場ジンはずっと支えるもっと役立つ日本生命、自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、サントリーがお送りしました。これは仁雄堂の使命でございます。本当は言いたかったことたくさんあって。5月4日発売の主題歌愛しき日々よの CD を50名様に、25日発売のサントラファイナルセレクションの CD を25名様にプレゼントいたします。ご希望の商品を明記の上ご応募ください。